言言えば言うほどです、はいえー、っと続いてあこちらの方の頼便りでございますがね、はい、まあだから年を取ってくると、まあのんびりね、うん、引退をしてのんびり過ごすというのも、うん、の一つの選択肢、うん、で夢でもありますよある意味ではね、はいうん、そういうのを望む人にとっては夢だしねまだまだバリバリ働きたいぞという人もまあ確かにいるでしょうね。でしたら老け込むなあいう人は働ければいいんですし。うんはい しかしこの人たちは年をとってもバリバリ現役意識があるなという次の 話題になりりまますす、はい、さんからい,ただいております脱原発小泉細川両氏再び、うん、ということでこの2人はいつまでたっても隠居しませんよ小泉さん72歳はい、はい、細川さん76歳はいはいあの細川さんはもう隠居生活をずっとして成功をうどくというような感じ、はい、そして陶芸家としてですねろくろを回し時には手びねりでもっていろんなもう落茶碗を作ったりというようなことをやっておりましたですね 今やもうどズぞっとこの前に出てまいりましたうん、うん、おっぱい枕さんからもいただいております <coughs> 都知事選以降原発反対を唱えていた小泉さんのニュースを聞かなかったんですが福島,福島原発の後始末もはか,らはかどらないどころか。 動かないはずのポンプを動かしてしまった東電の失態に合わせたかのように、また原発をベースロード電源としてでも絶対手放さないとしている安倍政権に立ち向かうかのように、小泉さんと細川元首相のコンビが中心となりまして、原発ゼロの実現を目指す一般社団法人自然エネルギー推進会議を設立することになりました。目標は 原発反対の国会議員を当選させることにあるかどうかまでははっきりしておりませんが、この東海地方例にとっても、浜岡原発が停止している現在において、火力発電、 を増加させるとかありますが、工場生産に支障が出たとか、日常の生活に支障が出たとかの話は聞こえてきませんから、この運動が日本を代表していると思っている事業主や、全国民に浸透してもらいたいと思います。支、ま、持、あ、するお便り。はい、ねえ、魚正商店車両部さん、別に悪くはないと思います。てか、まあ、関心がないというのが率直な感想ですというご意見もある。 まあ僕自身で言いますとこの社団法人はちゃんと機能するのか疑問に思います細川氏はどうなのか全く分かりませんが先の都知事選では細小泉氏はロードマップのない原脱原発を主張しておりましたね脱原発といえばあとは誰かが考えてくれるというそういった主張をした方に日本の経済の根幹をなす電力の原子力発電についてどうこう言われても不安でしかないです 中身も何にもなく脱原発をしてその後のなくなった部分をどのように補うのか脱原発に必要なのは代替案であってそれを示さないで脱原発を主張するのは卑怯まり極まりないいと思います、まあ、これから主張は出てくるでしょうけどもねおそらくね、はい、まあ今のところはちょっとわからないということでもしそうだとするならばです。 出さずに言ってるんであれば卑怯極まりないただ人気取りで脱原発と言ってる彼らこそが脱原発の障害になっているとまでまあこの方は言っております。ラハナの民さんですがねまあ老人とは思えませんねあの2人はという元気元,気元ね現役でやっておりますけれども。 出す原発に向けての思いを自然エネルギー推進会議設立に向けて動き出しました私も大賛成有名人の方もいろいろとこう関わって加わっているようですね、はいえー、梅原武さん哲学者そして作家の瀬戸内寂聴さんとかね、はいえー、俳優の菅原文太さん、はい、吉永小百合さんとか。 ドナルド・キーンさんとか,から市川猿之助さんなんかもこういったところに名を連ねておりますよということですかね。うん ピンピンダラリンさん、私はそう簡単には今の電気をふんだんに使う生活から原発ゼロにはできないと思いますが、即ゼロを目標に始めることには賛成です。一番納得いかないのは、これほど、えー、原発事故や廃棄物処理で困っているのに原発輸出することです。輸出しちゃう。はい、ね福島事故の対応などで培った技術なども役立つようなことを言っていますが、もってのほかです。 福島事故の対応で培った技術犬もあまりまあ成果発揮し,してないような気がしますけどね。まあいろんなものがなかなかね、はい、飛んでるでもまあちゃんと動いてるものもあるでしょうから、はい、わかりませんけどね事故の処理なんかももたくさもたくさしてますじゃないですか、はいうん、何が培ってるんですかね。<laughs> はい、えー 細川氏の政治家時代には良いイメージは持っていませんが、原発即ゼロ活動には共感します。原発事故のたびに、それでなくても狭い日本で使えなくなる土地が広がっていくことに苛立ちを覚えます。 坪井食堂小高支店さんからも先日の東京都知事選で人気に陰りが見えた小泉氏ですが、えー、原発再稼働に方針転換した安倍政権の暴走にブレーキをかける勢力に成長していくんでしょうか自身の政権時代に手足となった安倍総理とこれで永遠の決別となりそうですねと、うん、いうお便りをいただいておりました。はいは まあ、この間の選挙ではああいう結果になってしまいましたけれども、はいはい、で今度はもう、うん、応援する側に回って、えーまあ、政治の場でそういったことを主張する人たちをバックアップしていこうというのが、はいまあ、今のところ分かっている主な、ね、働きだと思いますしいろんなちょっとでも力心強いような人たちがいっぱいこう応援をしておりましたですね。うん、はい え今後これはあのどういうことになっていくのか、まあ、そんな中で中電は値上げをしますよということ、はい、でまあ政府がそれは了承はしましたが、えー、値上げの幅を申請よりも1.18ポイント圧縮して3.77%にしますと。 いうこの値上げに関しての注電がここにまあ出てくるわけですよね、はいうん、いろんなコストなんかも削りましょうよとこういうとこ削ってあいとこ削ってやればそんなに値上げ戦でもいいんじゃないだろうかと。 いうことなんですが、まあ、中電と原発の問題とかね、はいろいろあるしあの辺も今工事をしてですねあの辺っていうのは原発のあたりもちょっと防波堤みたいなやつあんなの作ったりして <laughs> こういうふうにして万全にやりますよというようなこともあったりということでありますが、まあ、とにかくあの経営効率化に 取り組むと、まあ、いろいろ中電の方はですね指示いろいろ指摘を受けた中でそういったことを繰り返しているということですけども、えー、あこうちょっとその中で、えー、気になりますが広告費などをあの減らしていこうというちょっと民法としてはちょっと心を減らしてほしいなと勝手なことを最後に述べております。はい